シエラネバダ山脈はアメリカ合衆国カリフォルニア州東部を縦貫する山脈である。シエラはスペイン語で産地を意味することからシエラネバダあるいはネバダ山脈とも表記される。ハイシエラとも呼ばれる。シエラネバダは北部のフレドニア峠から南部のテハチャピ峠まで約6 5 0トルにも及んでいる。同山脈は カリフォルニア州のセントラルバレーによって、西部と、また、グレートベースンによって、東部と接している。最高峰は、ホイットニー山であり、標高は4418メートル。ロッキー山脈よりも高いこの山脈は、アメリカの西海岸進出への大きな妨げとなっていた。そのためドナー隊のような悲劇も起きることとなった。西部開拓時代にもその固い岩盤は、 大きな障害となり、最初の大陸横断鉄道を建設した、セントラルパシフィック鉄道は開発されたばかりで危険な、ニトログリセリンを葉っぱに使用し、多くの犠牲者を出した。シルバー湖山中にはいくつかの湖がある。ヨセミテ国立公園など、景観の素晴らしさで有名。名称はスペインにある景観の、よく似た同盟の山脈に由来する。 オーウェンズバレーザシエラエスカーペメント、ありがとうございます。